して1コーナー、そして佐藤翔二もその後ろに続いていきました。さあそして2コーナーは早くもイエローです。イエローフラッグが振られています。CRG のマシンもちょっといないようにも見えますが、さあ先頭の後ろにいたはずのマシンたちが数台消えているようにも見えます。おっと、そしてさあヘリポートのところでは早くもスローマシン何台か、やはり2コーナーでの接触等々があったようでありまして、まだ今のところちょっと全、マシンの確認はできません。今ヘリポートは1台ストップ、高橋でしょうかね、これね。先頭は今清原、そして3番のマシンが生き残っています。松下が3番手、高橋翼が4番手、佐々木大河が順位を上げて5番手です。6番手には野尻、ホームスレートはイエローのフラッグが出ています。1コーナーは仕掛けることはできず、野尻6番手、アグリケートが7番手、ピットに戻ってきたのはゼッケン9番になります。さあここは川端慎太郎、5番手スタートの川端、さらにはゼッケン29番、ここも今ピットの方に戻ってきています。藤松、さらにはゼッケン30番、ここも今ピットの方に戻ってくる形になってしまいました。やはりこのマシンの接触があったか、和田のマシンもピットです。トヨタチームがトヨタヤマハチーム2台ストップという残念な結果です。さあレースはこれで2周終了、3周目先頭のリードは約1秒あります。現時点で清原トップ、ちょっと後ろの接触があったんですね、おそらく。さあそして2番手以降ですが、2番手3番手、ここは佐藤と松下の若手、ベテランの戦いですね。 FA カートとそれからソディの2位争い、その後ろ若干今後ろを気にしたのが26番の佐々木大河、ここは FA カートになります。高橋翼今ここは5番手で佐々木を追いかける形になっています。コスミックのマシン、野尻大和ゼッケン20番、スピリットのマシンということで4、5、6、7位あたりまでがここを今現在第7位のアグリケートがスピリットのチームメイト今かわすかどうかというところ、ヘリポート立ち上がっていきました。ピッタに戻ってきたのはここゼッケン14番になりますね。コセ、マラネロのマシン、そしてダンロップという組み合わせで、ね、挑んだこの第7戦でしたけれども、残念リタイアです。さあ後ろの方は21番が前に出ていますから、アグイが前ですね。6位7位はチームメイト同士で順位が入れ替わっています。アグイと野尻大和、先頭清原で変わりません。27番の佐藤がいいペースですが、その佐藤の狙って今松下がさあ仕掛けようかとしました。ここは入る余地がありませんでした。さあ後ろの方ではヘリポートのところはソディの子は鈴木を含めてですけれども、5台 FA のマシンもいます。5、6台のマシンの接戦がまだ続いています。先頭は今清原、2番手佐藤、松下変わらず佐々木、そして高橋、アグイとノジオンチームメイト同士の戦い。さあそして先ほどの大集団はこの12、3番手になるでしょうかね。鈴木優也、梅垣、そして石井和也、藤江、この辺りは10番手以降ではありますが、まだ大接戦の展開をしています。さあそして気がつけば大きなリードになっていますね。1秒273、清原のリードは徐々に大きくなっていきます。ベストラップをこの週も更新します。41秒321マークしてきた清原翔太、力全く緩めることなく、ここは地元だと言わんばかりのそんな走りを今回一戦スポットにかけるこの清原の走りが見られています。そして佐藤がちょっと後ろが気になります。3番手につけるは松下、さあおそらくピットロードには元山監督の姿もあるかと思われますが、さあ追い上げ側の方の松下信春、非常に冷静なドライバーですと、セッティング能力もありますというそんな評価がありました。その後ろでは佐々木大河と高橋翼、ここも2人差が
詰まってきましたね。高橋翼のペースがいいので、さあ2位争いの集団にこの後ろの2台がさあはたはた近づいてきています。ヘリポートコーナーのところ、佐藤を頭に、その後ろに松下信春、佐々木大河、高橋翼というこの2位争い面々という形になります。スタート直後の2コーナー、おそらくこの藤波もそのリタイアの、ね、形になってしまいましたが、それに影響したこの何人かの面々たちがこの戦列を離れる形になっていますが、その難を逃れたメンバーたちによって行われています。周回の方は8周終了、9周目、これだけのセーフティーリードを取れば清原翔太のこの第7戦スポット参戦での一勝がかなり濃厚になってきていると思います。まあ、周回数的にもまだまだ決勝レースたっぷり残っています。23周の決勝レースですから3分の1程度終わったところでありますが、最終コーナーから今先頭戻って、これで9周終了、10周目、お、松下のブアルはストップですか。ソディのマシンに今佐藤の後ろにいた松下のマシンはストップ、全くちょっとごめんなさい気づきませんでしたが、今さあ残念ながらこの佐藤を追いかけていたソディのマシン、松下は残念リタイアという形になります。佐藤が単独の2番手、3番手には高橋翼がおのずと上がります。さあホームストレート、その3、4番手争いがホームストレート、高橋翼の後ろから佐々木大河、両者はタイム差がこんな2ぐらいですね。3番手4番手、この表彰台バトルという形になります。兄翼、前回は3位の表彰台に上りました。さあ連続の表彰台をかけた戦い、後ろからは佐々木大河、今日はお兄さんの佐々木ね大輝が全日本 F3 のためにこの出ていないという状況の中で、さあお兄さんの分まで頑張りたいという気持ちは大いにあるでありましょう。現在は4番手です。さあそしてその後ろ、アグイケイト、野尻と、これはチームメート同士の戦いの中に割って入ってきているのが、さあ石川です。おっとこの石川の位置が気になります。23番手から上がってきたこの石川圭司、現在はスピリットのマシンの間に入っていますが、今アグイを狙っています。ヘリポートのコーナー、トニーのマシンがアグイケイトを狙って1個でもポジションを、さあシリーズリーダーの石川、まさかの予選でのストップがありまして最後尾の方からのスタートになっていましたが、怒涛の追い上げを見せて現時点11周終わった段階でポジション第6位です。先頭とはまだ8秒から9秒近い差になっていますけれども、この残り周回はまだまだ先が長いということを考えるならば、まだいくつかのポジションアップはあるかもしれません。先頭はここも力を緩めません、清原翔太。今日は佐々木大輝のマシンが余っているので出ていいよというお許しをと、チームからもらっての参戦になりました清原翔太。昨年はこの2009年何勝しましたっけかね、3勝ぐらいしてますよね、シリーズチャンピオンになりました。その清原翔太がスポット参戦でもその力を発揮です。佐藤は2番手、 FA カードが売れることをぜひ望んでいますと、そのためには自分が頑張らなくては、そして後輩を育てなければという思いがかなりあるそうです。おっと今イエローが出てますね、ホームストレート上、そして1コーナーのところでイエローです。これは接触だったのかマシンのトラブルだったのか、ちょっと絶景今まだ確認できませんが、あーそして5コーナーのところにも外側 FA コートのマシンですね、多分止まってます。いやいやこの中盤に来てちょっとマシンのトラブル車両が増えてきています。さあ上位の方はまだ今変わっていませんが、あ石川が上がってきましたね、やはり先ほどのアグリケートのマシンをかわしています。そして佐々木大河です、5コーナーは佐々木大河か、止まってしまったのは先ほど
この高橋翼を追い上げていた。なんとがっかり。佐々木大河のマシンはヘリポートの外側のグラベルのところにマシンが止まっています。さあ、したがって上がどんどんといなくなっていく中で、石川のポジションは第4位まで上がってきています。先頭が今通過、清原翔太、佐藤は1秒6の差で2番手、高橋4秒3の差で3番手、そして7秒2の差で石川、さらには野尻あぐい、星野幸喜も上がってきた。さあ、この星野幸喜もなんと27番手からのスタートで現在外、これで7位でしょうね、7位まで上がってなおも前を追いかけています。おそらく星野の前にはアグイケイト、今ヘリポートのところで星野は1個ポジションを上げましたね。後ろからの怒涛の追い上げを見せている石川圭史と星野幸喜、もちろん今回のシリーズの優勝候補の2人であります。両者水波で接触というあの一大事件もありましたけれどもね、あれは佐々木大輝とですね。さあ、そんな星野も順位の方を上げてきています。現在は星野幸喜第5位です。さあ、レースはこれで16周終了、17周目に入っています。ただ先頭の清原翔太のマシンが好調なだけに、後ろの2番手の佐藤あるいは高橋、石川、それほどタイムは詰まっていきません。さあ、注目はあとはその星野幸喜あたりもかなりいいペースではタイムを上げてきてはいるものの、ここからはちょっと差を詰めるのは厳しいかもしれません。高橋が3番手、翼3番手、石川圭史4番手、星野、さあ中森上がってきました。アグリケイトあるいは野尻をかわして、さあチャレンジャー中森だけある DR カート、去年までは CRG のマシンに乗っていましたが、みんなと一緒は嫌だと、人と違うものに乗りたいという、そんなチャレンジャーの中森選手が順位の方を上げてきています。まあ、全日本戦のコースとしてはもうここは走り込んでいますからね、マシン変わってもその走りというのはかなりアグレッシブなものがあります。中森順位上げています。さあ、18周終了、19周目、決勝レースの周回は23周、だいぶ後半終盤戦に入ってきています。さらには石井、この辺りも順位の方を上げてきています。増田12番手、さあブライアン13番手、14番手に梅垣です。生き残り戦のこの第7戦の決勝レース、藤江、三村、伊藤と通過、この辺りは15、16、17位、ここまでがどうやら走行している面々という形になりそう。18番手以降という形ではもう全てリタイアという感じになります。先頭清原が通過、19周終了、20周目、佐藤1秒9の差、ちょっと差が広がった。中橋が3番手、翼3番手、石川4番手、星野、中森、この辺りが入賞圏内という形になります。井上、鈴木、さあ井上も最後尾からの方のスタートでしたが、この決勝レースは生き残って現在第10位のポジションです。さあ、井上とこれはソディの鈴木優也の対決、ここっと鈴木優也と井上が、その2人が今ちょうどヘリポートのところで接触。鈴木優也はなんとスポンジバリアに接触でマシンを降ります。井上はかろうじて接触はありましたが生き残っています。さあ、レースはこれで20周を終えて21周目に各マシンが入っています。先頭が今イエローのプラレル、ヘリポートのコーナーへ、まずは清原翔太です。そして佐々木はもうここは2番手を守る形になります。高橋3番手、間隔はそれぞれに空いています。上位陣はかなりばらけてきた感じになっています。先頭を戻ってこれで21周終えます。この大きなリードを持って残りこのまま突っ走りそうです。清原翔太、高橋翼も3番手、表彰台の一角は高橋です。石川とそして星野はここまでかな。今21、37番、トップはグイケートと石井和也ですね。スポット参戦の、お、さらに奥の第8コーナーもイエローが振られていますが、大丈夫か、これは誰でしょうね、今ちょっと確認できませんが、今イエローを振られましたね。
さあ先頭清原、佐藤は大丈夫か、佐藤のマシンはいるか、佐藤のマシンは今いませんよね。あー今28番だから、これはいやこれは違いますね、28番だから28、伊藤ですね。あ佐藤は大丈夫ですね、いますね。8コーナーでフロントのカオルが伊藤のマシンの方でした、失礼しました。無事にここへ、あいやただスロー走行してるぞ、今ヘリポートのところに行ったのが、今度はこれこそまさに佐藤、これ誰さ、今度はこれも FA ですよね。FA が次々とここに来て31番、いやー今そしてチェッカーフラッグは清原に、いや大丈夫ですね、ここ27番の今佐藤は第2位のチェッカーフラッグ、3番手に高橋翼、4番手に石川、星野が5番手、6番手に中森、今7番手、8番手と星野石、野尻石井とチェッカーです。9番手に阿久井圭人、そして10番手で井上チェッカー、11番手増田光大、ブライアン12番手、今チェッカーです。